あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほい、ということで今回も続きからやっていきましょう。今回は最後のステージやね。マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいな、アゴマサリとヒヨー、いいな、アゴマサリとヒヨー、ヒエーイ。ほい、じゃあ行きましょう。ほらほら、青も赤も行くよ。よいしょ、これで。ほい、ここでね、いつもゴタゴタと。ほい、じゃあ今回は天空エリアのここね、天空の神殿。手に入る材料は天竜の尻尾と妖精もどき。じゃあ今回はブーメラン酋長で行きます。ブーメラン酋長はね、なんかどこに行っても役立つ気がする。天空の神殿1。お、ん、なんか今回全部アイテム使えるね。まあ、とりあえずブーメラン、ブーメラン酋長だから。で、こいつは青のウォーターロッドを取って、じゃあもう一人火に行こっか。ファイヤーグローブ、これで、まあ、ブーメラン酋長はブーメランを生かして、あとはまあ火と水でどうにかなるんじゃないかなという、なんとなくね。え、ウォーターロッドとか多分ね、結構役立つと思うよ。相手持ち上げて切れるからね。よし、じゃあとりあえずちょっとブーメラン酋長を上にしたいんだけど。で、上からちょっとデクナッツを。おー、ん、なんだなんだ、あ、びっくりした。え、ちょっと待って、爆弾その場に落としちゃってた。で、あっちもやっつけれたから、とりあえずあいつらの中に爆弾を入れなきゃいけないんだよね。私これ結構苦手。お、一発で入った、やったね。じゃあこいつ、おー、なんかこのね、距離感とかさ、スピードとか掴むのがちょっと苦手なんだな私。よし、おー、行った。今回結構早く行けたじゃん、やったね。あれ、ちょっとそこのハートたちが、あ、消える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 。おー、よかった。で、あとちょっとハートを回復しといて、おし、おー、よし、行けた。じゃあ次また3人で乗って、これで次こそ向こう行く。お、また全然違うとこ連れてこられた。あー、水の中か。ちょっと待って、よいしょ。これは、これこそウォーターロッドでね、相手を浮かせてこう倒した方が絶対効率的に倒せると思うんだ私はね。特にあのタコとかさ、ほらほら、このタコとかさ、すごい水の中に入ってったりとかするじゃん。そしたらね、剣とかなかなか当たんないし、もう無理やりこう上に持ち上げて切るっていう、隠れさせねえぞっていう感じよね。お、おし、ほらほらほら、楽勝。お、また次のとこ行ける。よいしょ、ハートをちょっと回復。よし、満タン。とりあえず次のとこに行くときには満タンにしてから行きたいよね。よいしょ、ほい、じゃあまた3人で行きましょう。次は、ん、また水、氷か。氷ってことは、ちょっと火で行ってみようか。全然当たってない。お、行った行った。やっぱ火の方が楽勝ってことかな。こいつも溶かしといて、あいつらは、へい、あ、これでそのまま押し出せるんじゃね。お、押し出せなかった。もう剣で剣で落とした。よし、こいつも、ちょっと待ってもう私こういう角度つけるのめっちゃ下手くそなんだけど、やばいね。ちょっと待って、この辺、ちげえ、なんでギリギリで別の方向くかな。もうほい、めっちゃ間近から、めっちゃ間近から。んで、あとはこいつ、こいつだけ。ほい、で、剣でもバシッと。お、次現れたよ。じゃあまた3人で。この氷はね、私歩きにくいからすごい苦手なんだよね。なんかツルツルっていうか、ツルツルともなんか違う感じするやん、進みにくみたいな。あ、もういける、次。おーし、じゃあ向かおうか。ハートも満タンやし、いい感じやね。氷んとこは全然苦労せんかったね。はい、天空の神殿に。お、これ何、ステージごとに武器切り替えるんや。まあ、そのまま行くけどね。とりあえずこの3つでなんとかいけると思うんだよね、最後まで。よいしょ、
あー、ちょっと待って、ここちょっとブーメラン集中で行く。うわー、あいつら。私あの機械のやつ超苦手なの。機械っていうか乗り物、あれね、自分が乗るのも苦手やし、あれ乗ってるやつに追いかけられるのもすごい嫌だ。とりあえず周りの小物というか、お、あっこ、自分も乗ってあっこに置かんといかんのやね、あの緑のとこ。うお、もうほら敵に集中してないとこういうことに。うわめっちゃアタックしてしまった。ちょ待って、とりあえずこいつを最後に倒して出てこいよ。ほいほい、んやっつけた。じゃああと、うお、待って、飛ばないで。こいつら 2段やね。よいしょ、いける。これ2人同時に攻撃で。ああ、そうそう、こいつね、人が降りた後めっちゃなんか暴走するんだよね。うわー、くる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 、待って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 、おー、びっくりした。で次はここに、私がこれね、これに乗っていくんだ。でもとりあえずその前にちょっとハートを集めて満タンの状態で向こうに行きたい。よし、じゃあどこ、みんな、よし、これで三段トーテムのまんま乗って向こうに行けばいいよね。最初の頃ってさ、これ一人で乗らんといかんのかってめっちゃ思いよったけどね。よし、これで、あっこの場所に置いて、あっ、あっち行けるね。よし、これで、オッケー。ん？次は砂漠か。ここね、しばらくなんか、じっとしとったら埋もれていくやん。それも結構苦手。あいつは炎で燃やさんといかんやつやね。ちょっと待って。じゃあ、とりあえず他のやつを、ブーメラン集中で。お、気絶した。よし、あー、待って待って、取り付けに来るな。あれもね、めっちゃめんどくさいよね。これ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 。ほら。別になんか大してダメージがあるとかでもないけど、取り付かれたらすごいね、動きが遅くなるから。ちょっと待って、2段になった、2段になった。あー、取り付いてる。待って。じゃあ、他のやつにとりあえず切り替えて、よし。これで。もうあの骸骨たちね、動きがね、早いんよね。ひょい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 と。ほら、超避けられるやん。あー、待って。ほら。よし。お、もうちょっとで倒せた。あとはこのミイラ男やね。ちょっと、炎で、包帯を燃やしといて。このなんかね、ミイラ男は、包帯が巻かれた状態の方がちょっとね、スピード感がある気がするんだよね。なんか、ひょいひょいって避ける感じでは骸骨の方が上なんやけど、ミイラ男突進してくる点ちょっと怖いよね。次は何、お、あ、暗闇になった。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、しかもこの炎の鉄球振り回してくるやつ超嫌なんやけどね。しかもこの暗闇を、あ、でもこいつをうまく誘導できたら、まああれよね、周りの食材に火をつけてもらえるんやけど、ちょっとここから、おし、行った、え、行ってない、行ってない。ちょっと待って、こいつもう押し出すかなんかしてやっつけるしかね、厄介です。お、落ちた落ちた、おっしゃー。じゃあ、あとはこいつらをバシバシと剣でやっつけていけばね。とりあえずはあの火のついた敵を振り回しよりやつがおらんかったらここは楽勝。お、この場に出てきた。あとはもう移動じゃなくてここなんやね。待って、周りのハートを拾いたかったのに。私、天空の神殿さん、あ、今回もまた選べれるけど、まあこのまんまで、もう私の意志は固いよ、このまんま。お、なんだ、ルピーがいっぱいある。今回あんまりルピーを拾えてないからね。お、お、なんだ、めっちゃなんか豪華な登場の仕方なんやけど。ちょっと待って、あっこから降りてくるんかい。降りてくるんやね。じゃあここももうあれだな、ブーメラン集長でバシバシ生きよればいけるかな。あ、でも、うお、ちょっと待って、待って、私ね、あの盾持ってるやつ苦手だ。盾、あー、そっか、あれだね、アームショットとかがあったら盾をひっぺがしてっていうことができたんやけど。よいしょ。盾のやつはね、あの正面からのブーメランが効かないからね。お、落ちた落ちた落ちたやったね。ん、もうこいつだけ、あと、じゃあいけるね。おし、最後は押し出しで終わるっていう。お、お、またルピーの道や。落ちた、行こう、みんな、体力満タン。オッケーオッケー。なんかあのゴンドラちょっと乗ってみたいけどお、また来たよ。今回も降りてくるんやろ、またわらわらと。おし、攻撃パターンは変わってこんのかな。お、爆弾持っとる。うわ、全然違うんや、毎回違うパターンで来るわけね。あー、またこの鉄球、やだ。
なんか火がついとるついてないっていうか、鉄球がね、攻撃範囲広いやん。いや、ちょっと自分守られすぎやろ、鉄球に。ちょ、私の活動範囲が狭まるよ。うわぁ、ちょっと待って。やばいって、やばいって。いや、ハートはいっ、うわ。待って。あ、でもこう、しかも盾持っとるやつもおるし、ちょっと。待てよ、こういう時、うわぁ、もうなんかハートがすごい勢いでなくなっていく。これはさ、あれだよね、もう。あの爆弾のやつを利用してやるしか。ね、あいつら爆弾投げるやん。味方同士でも爆弾効くはずやから。おー、やばいやばいやばい、ハートハートハート。これで爆弾を投げてもらって、で、その、あいつらが投げた爆弾のところに、ね、こいつを、盾のやつを誘導。ほら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 、あー、ダメだダメだ。ダメじゃん、使えねえじゃん。まあ、もう普通に攻撃しようか。あ、待って、爆弾爆弾。ほらほらほら、そこだよ爆弾。おっし、おっしゃー。最後は味方の爆弾にやられるっていう。やったね。最低な最後だ。おし、これで。次んとこいける。でっかいルピーゲット。50ルピー。ちょっととりあえず、半分以上ね、ハートが減ってしまったけん。ここでちょっと回復をしていかんと。おし。もうこれで全部拾ったね。ああ、全回復はできんかったけど。お、すごい、なんか横の炎がついていきよる。お、え、ここも?マジか、もういけるかと思ったのに。おお、待って待って待って、このパターンね。ってことはまたブーメラン集長でいける。おーし。お、一匹はもう一回降りてきた時点でやれた。待って、跳ね返された。ちょっと待って、君邪魔。この、竜巻を避けた上で、よし、攻撃。あ、これ、今回いけるんじゃない?これで。おっしゃー、早いぞ。まだ終わってない?あ、終わっとんか。お、ここでやっとトライフォース。やったね。ここ上がった時点であるかと思ったけど。よし、全回復。じゃ、行ってきます。お、次もステージ4やん。早いね。は。天空の神殿4。お、なんだ、怒り出したよ、急に。ん?お、お、なんかおばさん歩いてきた。優雅そうなおばさんが。まったく。何度も何度もいい加減にするだわよ。私はあのダサい姫をおしゃれに変身させたんだ。文句を言われる筋合いはないだわよ。お、え、なに?それにしても、証拠りもなくまたそのダサいアクセサリーをつけてきて。言っただろ?ここにはドレスコードってのがあるんだわさ。これもそれもあれもいらないっと。え、困る困る困る。これでよしっと。まだまだあんたたちにはおセンスが足りないようだわね。じゃあ始めましょうか。特別にエレガントなレッスンをね。何エレガントって。ふふ、奥で待ってるだわよ。私、小学生の時の担任がさ、エレガントエレガントってうるさくってなんかエレガントにいい思い出がないんだけど。まず小学生にエレガントが間違っとるけどね。おぉ。え、てか武器何もなしでいくってことこれ。え、やばくない?おぉ。シスターレディ、超おばさんやん、やば。え、てか普通におばさんなんだけど、これと戦うの?ちょっと待ってね。よいしょ。入れた入れた。これで、直接攻撃で、おわ、なんだ、跳ね返されたぞ。ん、でもダメージになってないね。ちょっと繰り返して。よし、これで。うわ。これを繰り返すってことかな。よいしょ。なんか前までさ、こいつの使い魔みたいな。あ、待って待って待って、なんかヒステリックを起こしだした。いやー。ちょ待って、ちょっと待って、ちょっと待って、怖いって。あ、しかも周りの壺まで破壊する。やめてよ、ハートがなくなっちゃうじゃん。うわー、待って待って。あそこハート消えるよな、確実に。でもちょっととりあえずこれで、あ、消えてるし。ね、剣で塞ぎつつ、塞ぎつつ、剣で防ぎつつ、後ろから、ちょっとずつ詰めて攻撃していかんといかんよね。やばいやばい、わー、こっち来た、こっち来た、こっち来た。一応、色で判断はできるけど、3人でちょっとずつじりじりと詰めて、こう切り替えながら攻撃をしていかんと、当たらんやん、こんなん。どんだけなん、キーキー言いすぎやって。ほら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 、行くぞ。えい、来た。なんか終わりが見えねえけど、これ本当にいけるんかな。全然攻撃当たらんもん。待って、うわ。もう切り替えた途端にこっち来るし。待って、青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 。よし。うわ、来た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 。
緑。あ、でも緑はいかんな。うわ、あ、機械たったに落ちてしまった。よし、ちょっと待って。よし、ま、お、当たった。うわ、待って。狙われだした。緑。おっしゃ、いったー。どうよ。お、なに、終わってないの？終わってないか、ボスやもんね。また、何形態かあるってこと？ 2 段？お、なんだ、地面なくなったんだけど、あっこ。浮いてるし、何？人間じゃないの、シスターレディって。うわー、待って。おいし。お、色変わった。こういうことね。色のやつで打ち返すわけだ。よいしょ。どうよ。うわー、待って。早いって。切り返し早いって。よいしょ。うわー、待って。どれ？もう色がわからん。よいしょ。跳ね返してくるの早すぎやろ。どんだけな。てか、あっちには当たりよんかな。全然当たってないよね。跳ね返してピヨルだけよね。こっちどんどん体力なくなるよんやけど、やばない？おっしゃ。まだか。ちょ、待って。何回これ跳ね返したらいいんやろ。お、なんだ、おらんなった。向こう。お、これで、この時に切ればいいわけやね。たたた。うわ、また戻ってきた。これ何回か繰り返したらいいってことかな。2、3回ぐらい？4、5回もいらんよね。だって、あの状態に持っていくのに、結構、跳ね返さんといかんと。お、緑。てか、これさ、段階変わったらさ、周りの壺とか回復してほしいよね。ほら、左側のなくなったまんまやもん。よいしょ。やばい。うおー、あー、待って。ハート。やばいよ。笑顔じゃないよ。ハートがない。あ、待って、ちょっとこの辺。切り替えて、よいしょ。とりあえず、ほらね。赤いやつは赤いやつにしかダメージがいかないと。私の読みは当たった。よし。シャ。おい。次赤。おいし、来た。うわ。よいしょ。うわー、ちょっと待って。跳ね返してくるの早いっていうの。よいしょ。ちょっとおばちゃん反射神経が。いやー、待って、またハートがない。やばい、まだか。ちょ、待って、早く。お、行ったんじゃない。よし。まだやられてない。シェ。どう。まだか。まだか、マジで。ちょ待って。ハートとりあえず。1回に3つぐらい減るかもしれんけん。ちょ、4つ分ぐらいはハートを確保しといて。ちょ待って。緑。よいしょ。跳ね返ってない。よし。なんかこれね、なかなかね、切り替えが、素早くせんかったらいかんけん。おお、危なかった。ね、ちょっと、結構なスピード作業なんだけど。よいしょ。どう？なるべくでかいやつを打ち返した方がいいってことかな。これ多分、打ち返すごとにでかくなりんよね。よいしょ。お、あー、待って、ハートがないって。次、赤。緑。ちょ。追いつかない。手が追いつかない。緑。これほんと、うわー、やばい。2だ。これほんとね、3人だったらもっと簡単にできるんだろうなって思うんだけど、1人でこの切り替え忙しいわ。危ない。まだか。ちょ、ハートを回復しとこう。おー、びっくりした。うわ。ハート回復したのに意味ない。意味ないわ、今の。やられる。待ってね。赤。よし。ちょ、緑をこっちに。ダメだ。あと1個しかない。ハートがあと1個しかない。ちょっと青に切り替わっとるうちに、ハートを回復して。よいしょ。待って、こっち来ないで。こっち。へい。よし。これで、さっきの体勢に戻れた。よいしょ。どう？まだなの？あとどれぐらい？なんか永遠に続きそうな感じがするんやけど。ね。やばい。でもこれまだあんまり時間は経ってないんやろうな。時間自体がね。赤。青。忙しいって。ちょっと待って。今のうちにまた回復。よいしょ。もうこれで全部壺取っちゃったんじゃないの？やばい。もうこれ以上後がない。よし。いけ。あー、違う。いやー、赤。緑。あー、しびれてるし。よいしょ。落ちてくる場所が、おお。緑。よし。まだか。早く当たれよ。青。どう？あー、まだ。ちょいー。よし。お、行ってない。あと1回ぐらいか。
あと1回当てたら多分向こう側行く。おし、いった。これでまだいける。おっしゃー、いったね。ええ、まだ。うわ、めっちゃなんか不気味な笑い声ないけど何事。え、ちょっと待って、ちょっと待って、小林幸子が現れた。おお、すげえな。あれは本当に生えてる、なんか触手みたいな感じに見えた。傘、待って待って待って、あれは飛んでくる、飛んでこない。ちょっと待って、とりあえず3人で移動しよう。あ、飛んでくるね、ちょっと待って。あ、でもあの周りにある傘は乗れるんじゃない。緑が乗れるってことか。ちょっと待ってね、飛んでくる傘が、緑、白、青、多分白は誰でもいける。よし、これで。うわー、待って待って待って、雷落ちるのか。ちょい待ってね、色変わった。次赤、赤、ちょっと待って、あの辺いけるんじゃない。ほい、よし、これで何回か攻撃しようって。あれ、傘がブルブルブルってなったら雷落ちてくるってことかな。ちょい、傘が飛んできた。次、緑か白、あ、この白いけるんじゃない。よし、おし、うわ、待って、速攻で消えた、速攻で雷落ちた。ちょっと待ってね、緑、お、乗った、ちょっと待って、早く、よし、おお、あんまり攻撃を与えれんわけやね。でも1回に与えれる攻撃が少ないってことは、多分そんなに何回か繰り返しよったらすぐにやっつけれる気がする。次、緑、これか。よし、いけ、あ、待って、危ない、雷、緑か白、あ、これいけんか。あれ、高すぎ、3段で一番上のやつしかいけんパターンかな、あれは。よいしょ、うわー、待って、巻き込まれる傘に、やばい、体力があと1しかない。ちょっと待って、周りのツボももうないし、やばいよこれ、めっちゃ慎重にいかんといかんよ。ちょっと待って、おいし、これで、うわ、待って、雷、くる、危ない、ちょっと待ってね、慎重に。あ、でもいけそうなとこないやん、白か緑、うわ、待って、飛んできた、白か緑、とりあえず今回り寄るのが青と白やけど、両方ともあれ高い位置にある。あ、違う、青だ、白か緑だよ。待ってね、もう乗る色をちゃんと決めといた方が絶対いいと思うけん。お、緑いっぱい来た、よし、行け、これで、よしよし、待て、なんか行動パターンが変わった。ちょ、なに、うわ、攻撃パターン変わってきたんやけど、でももうちょっとでやっつけれる印だと思う。え、これあと1個の状態で勝ったら強くない、かっこよくない。ちょっと待って、やばい、なんか雷がパワーアップしてきた。白か緑、ちょ、あー、緑回り寄るのにいけない。お、これは、ちょっと待って、緑、はい、よし、これで、いけ、待って、怖い、ちょ、あ、え、傘が突き刺さった、まさかの。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。